っしゃ、おお、よし、お、お、いきなり食ったよ。もうやっぱよう引くわ、昨日かの見た。いえ、よいしょ。まあまず橋脚打ち、これね611の M、 うん、ちょっとだけ重めの、だから今使っとるスピナーベイドとか、これ4分の3やったっけ、なんかちょっと重めのスピナーベイドとか、あとディープクランク、いやもうこの差を素で65とかやとね、ちょっとやっぱそれぐらいになると、まあ全然投げれるんですけどね、僕はもう完全にこっちですね。あと 5g のテキサスとか、うん、ミドルクラスのテキサスで、61でね、あの長いから特にこういうスピナーベイトとか重めのやつは乗せて投げやすいんで、乗せて、竿に乗せてキャストできるんで投げやすい。打ちますわ。よし。ぶち込みます。711MH。押してへんか。こういうね、木の位置しょっちゅう変わりますからね、木の川は。さっきもなんかあの木は多分今まで見たことなかったから、あれなんか今怪しかったよ。あ、ギルやな、これギルだ、ギルギル。巻いては打ち、巻いては打ち、これ6、711、さっきと一緒ですね、 MH。 備えにね、711はあのガッチガチの竿ちゃうんですよ。ひそかにねリザーバーの方がカバーロッドは強いやつ使うかな。結局川型ってこんな感じの、あの際狙っていくだけなんで、カバー自体もそんなにこうないんでね。だからセッティングもこの711でだいたい1オンスぐらいまで、でラインも16ポンドぐらいでもう十分。
ええー、とこ入ったけどな。きついな。マジかよ。さっきのギルバイトも奇跡に思えてきて。手打って打ちまくるのみ。今はデッキの代わりに来た中で一番偉いっすわ。間違いなく。よっしゃ、おお、やっぱ中流。うわ、出てこい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 。丁寧に丁寧に。おおおおおおお、やばい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 、でかいよ。おお、耐えてくれ。うお、よっしゃ見た。いえ、ちょうど50ぐらいあるんちゃいますね。よっしゃ、テキサス、やべえ、でっけえ。711ミディアムヘビ、もうこれで十分でしょ、この竿で。はい、やべえ。感動した。でっか。じゃあ今日は終了。竿がね、HSPC の 711MH MGS という1オンスぐらいまで の、 あの、そのものすごく強くないんやけども、まあ、ちょうどね、こういう革型のライトカバーにはもう多分これが一番ぴったり。まあ実際今映像で見てもらったら分かると思うんですけど、もうこれで全然耐えれたんで、あんまりスーパーヘビーカバーじゃないけども、もうまあ一般的なノイケとかのカバーでももうこれ1本あれば十分で、ラインが、バニッシュの、デボリューションかの、16ポンド、まあ、これもね、一番ベタなタックルセットで、ちょっとライトカバーなんでこういう軽いね、今これフラットシリ、ワイドシュリンプか、ワイドシュリンプ使ってるんやけど、 あんまりゴワゴワしてるとね落としづらいんで16ポンドでね。で、シンカーが8.8グラムかな、なんかそんなにものすごいヘビーカーパーじゃないんやけども、こうほじくってこう入れるような感じでしたら、もう入れた途端にゴーンって持ってきましたわ。あー、よかった。こういうとこ、あれ外れた？どうな？取れてる？あ、うっせ。見ました今。おるやん、やっぱりな。今もちっちゃい。
連発ハマっとる。入れ直したら来るかもしれん。お、でっかいガメ。なんやこれ。緑ガメや、緑ガメ。赤耳ガメ。でっけ。バス逃げたやねえか。この橋脚にしてもスピナーベイトとかクランク積極的に食う感じちゃいますもんね。ちょっと流してから後でテキサスに。いや意外と寄ってきてるかも。入ってかんや、入ってかんや。なんか入ってかん。デックスのメタルバイブ。これこの間別の取材でもはめたんですけどね、流れきつい時って意外と効くんですよ、夏場。こここそよどんであるからもうクランクベイト巻いてありましょうか。おお、いきなり食ったよ。ほうほうほう、ほらでもね、ほら言ったでしょ、あんまり大きくないんですデックスクランク、ほらはいはい、クランク。これがね、僕よ、最近愛用してる、ホネットスティンガープラスの中で唯一のグラスロッドになります。これね、めちゃめちゃ最近グラスへの僕的に回帰が始まって、ね、一番のポイントっていうか、グラス使うメリットはバレづらい、もうこれにつきますわ。ね、首振ったりとかジャンプしても竿が反発しないんで、非常にねバレづらい。なんでクランクウェイトとかね、まあ、そもそも結構バレるんですよ、跳ねたりとかしたら。じゃあその単純にキャッチ率をね、もボートの上までないし丘の上まで魚あげてキャッチして魚は釣りは成立するので、だから確かにちょっとだけカーボンロッドとかと比べたら今ももう非常に軽いんですけど、使いづらかったりとかそういうふうに思われる方もいてると思うんですけど、とにかくねバレづらいというのはすごいアドバンテージというかになるんで、いっぺんね使ってほしいですね。あとね、非常にルアーのなんて言うんでしょう、適合範囲というか使える重さというのがグラスロッドの場合非常に高いんで、まあ、今回使ってるこのデックスのちょっとディープダイバーじゃねえよ、もうまあ、どちらかというと小型クランクですよね、これ。で、あとはこれにスピナーベイト4分の3ぐらいまでやったら全然使えるんで、で、あとトップウォーター、
もそうですし、なんや言うたらね、あの巻物系とかはもう相当重くない限りはほぼこれ一本で使えますね。これね、ミディアムヘビーのスピニングロッドで、今ねしてんのが 5g のテキサス、これをカバーの中へとぶち込んでいきます。こんな感じで、もうテキサスと一緒だけども、使ってるルアーがね相当小さいです。ほらこれね、こういうルアーをもうバンバン奥へ掘り込んで、でルアーもね、あの小さいんで隙間塗ってね、意外と結構ヘビーカバーでもスカーンと落ちるんで、まあ相当食わせの能力が高い。これね聞くときは本当、ルアーやっぱり小さかったらこんなに食い方違うんやなっていうぐらい、もう他のテキサスとかやったら全くな時にね、パワーフィネスいったらやっぱ食うてきたりするからね。不思議なもんで、でね、使ってるラインですけど、これもあの P ラインファイヤーラインの、16ポンド僕はもうほぼこれメインで使ってますね。さあ最後、よし、もうやっぱよう引くわ、昨日かの40ぐらいかな、テキサスよっ、あげます、よいしょ、よいしょ、よし、今は結構ものすごく大きくないけど、すっごいこう幅広の筋肉質な体型、やっぱよう引く、キノカワバスはええバス、ね、テキサスで、もう今日はテキサスやねよし、はい、ホネットスティンガープラス木の皮おすすめセレクトということで、1本目がこう巻物で、HSPC の 651MFM、MGS という、グラスロッドになります。で、やっぱり木の皮の皮型なんで、必然的に巻物使う、場面が非常に多くなります。で、巻物であれば、まあ、クランクベイトしかり、あとスピナーベイトしかり、まあ、トップウォーターから、この1本はね実はものすごく汎用性が高くて、いろんな、重さのルアーも使うことできるんで、そうですね、まあ、シャロークランクとか、2メーターぐらいダイバーまでが一番使いやすいとは思うんですけれども、いろんな用途に使えたりするんで、一本は必ず持っといたらいいかなというふうに思います。おすすめです。はい、2本目のおすすめということで、これもまあ一応巻物のサウンになるんですけれども、HSPC の 611M
MGS という、何が特徴かというとですね、少しまあ長い目、の竿になります。でこのですね長い目の竿、本来はすごくこうシャープで、しなやかな竿なんですけれども、長い、長さを生かしてこちらもいろんなルアー使うことができます。で、そうですね、シャッドとかもいいですし、もちろんクランクベイト、スピナーベイト、あとディープクランクなんかもね、僕はもうだいたいディープクランクはこの竿で、ちょっとそうですね3メーターより深めの、場所を狙うときに、おすすめします。であと、結構ねティップがすごくこうしなやかな竿なんで、ライトテキサスとかね、で軽めのそうですね 5グラムから8グラムまでの、フットボールジグとか、そういう、ちょっと止めるような感じの釣りとかにも非常に向いてるんで、まあ、これも1本持っていけば、いろんな汎用性を持たせて使うことができるんで、こちらもおすすめですね。はい、はい、3本目、こちらも、まあ非常に汎用性の高い竿になります。HSPC の 661MMGS という竿になります。でこの竿ですね、僕もキノカ以外でも、まずボートから下ろすことはないです。多分ねホーネットスティンガープラスの中で、最も使い勝手がいい竿になります。で、今こういうポッパーもついてるんですけども、そうですね、だいたい5グラムぐらいの重さから、そうですね12ぐらいまでですね、のもまあ本当にもう何でも使います、この竿は。テキサスですね、で軽めのまあスピナーベイトもそうですし、 トップウォーターで、あと、ちょっとしたシャッド系のこうワームなんかを泳がしたりとか、そういうのにも使えますね。でまあキノカでしたら、まあこれをメインに巻き物とか売ってったりとかしながら、先ほど1番2番目に紹介したような、竿とかに全部変更していったりとか、まあ、ベースとして使う竿には非常にいい竿です。まあ、これがそうですね一番おすすめかな、1本持ってったら。であと、おかっぱりにも非常に使いやすいんで、キノカでしたら逆ワンドとかで、ちょっと使ってもらうときにこの1本さえ持っていったらいろんなことが使えるんで、はい、おすすめになります。はい、はい、次4本目です。で、こちらはですねベイトフィネスの竿になります。竿の形式は HSPC の 671LSBFMGS という竿になります。でキノカはですね、実はあんまりもサイトフィッシングとかねする場合以外においてあまりスピニングの実は出番がそんなにない、もう強い釣りで楽しんでいったらもう十分なんで、でその中で、最も一番ライトな竿となると選択肢としてベイトフィネスロッドになります。で、岸際ずっと売っていったりとか、スモラバですね、ラバージグで売っていったりとか、あと、ここについてるこうスクリュー系とかですね、であとシャッドとか、こちらも、まあ、ベイトフィネスならではで 軽めのルアーというのはもう全てこれでいけるかなというふうに思います。で川型のそうですね、キノカのような、フィールドっていうのはこういうベイトフィネスの竿というのを1本持っておくと、基本的にバスがすごい引くの で、あとカバーもある程度多いというふうな部分で言えば、1本持っておいて損はないかなと思います。でこの竿はこういう感じで、ソリッドティップ採用してるんで、まあ、すごく繊細にスピニングのように扱えて、で、まあ、ある程度バットも硬いので、だいたいまあね、よく言う7ポンド前後ぐらいのラインで、ちょっと強めに、やり取りしても、安心感のあるライトリグという意味で、一本持っておけばいいかなというふうに思います。はい。はい、5本目。ここから、最後の2本、ちょっと強めセレクトですね。キノカの場合、まあ、当然、ショアライン沿いのカバー、売ってったりとかで、よくあるのがちょっと岸から離れた位置にゴミが倒木とかが慣れがれついて、そこにバスがついたりするんですね。でそういう時に、おすすめなのがテキサスロッド
まあ、カバーロッドですね、1本おすすめします。HSPC の 711MH、MGS という竿になります。でこの竿はあの、カバーロッドとして言えばあのそんなにむちゃくちゃ強くはないです。あのだいたい1オンスぐらいまで の、 あのカバーロッドになるんですね。でそうですね、ラインもあのもう25ポンドとかそういうラインじゃなくて、あの16ポンド、14、16ぐらいのラインで使うのが一番おいしく使える竿になります。っていうのも、革型なんでそんなものすごいヘビーカバーがあるわけでもないんで、これで十分です。でこれでももう大型のバス十分引き剥がせれること可能なんで、まあ1本持っとけば、テキサス、あとまあフットボールとかあのラバジグですねも使えますし、ちょっとした、重めの、ビッグベイトじゃねえな、重めのちょっと重量級のルアーもこの1本で、賄うことができます。まあ、7フィート台なんでね、あのこちらも非常に汎用性が高い竿になるんで、そうですね、ものすごいちょっと大きめのスピナーベイト深めに沈めてとかそういうことを感じでも使えることができるんで、はい、まあ、こちら1本あの重めのカバーロッドとしておすすめになります。はい、はい、6本目、まあ、最後のロッドになります。まあ、ズバリ一番パワーロッドに、なりまして、 HSPC の 671XBB、最後のねあの名前に BB ってついてるだけあって、これはあのビッグベイト専用ロッドになります。で一番のねあの特徴が6フィート7インチっていう若干ビッグベイトの竿の中ではあのショートレングスになるんですけれども、あの僕この竿ものすごく好きで、リザーバーとかですね、まあ当然あのこういう顔型 の、 あの場所っていうのが結構テクニカルに、オーバーハングとかの下にビッグベイト投げ込んだりとか、あのボンと思いっきり遠距離投げてあのというよりもショアライン沿いをこう切りながらショートピッチで打っていくような、シチュエーションで非常に、投げやすい、あと、アクションをつけやすいという感じに。でまあこの長さにおいて当然その振り回しやすさっていうのが非常に、アップされてるんで、まあビッグベイトはこれで一つ全部やったってほしいなとやったってほしいなちょっと変やけど、で、あとですね、まあそうですね、ビッグベイト以外に当然短いので、ものすごいちょっと増水した時のヘビーカバーでちょっとパンチングみたいにとか、こういうワンドの中にもキノカは、グラスマットっていうか、水生植物が、存在するんで、そういう時に例えば 1.5 オンスとか1オンス2オンスぐらいの、テキサスリグとかでもこの竿は十分対応するんで、まあ強めの竿を日本のうちの1本として必ず、持っといてください。キノカのバスかなりビッグベイト好きなんで、かなり楽しめると思います。はい、Produced by Abu Garcia